MQ は、ヘビ使い座にある、球状星団。距離、約2万6000光年。1764年、シャルル・メシエが発見し、星を含まない星雲。円形で暗いと記述している。星団として分離できなかった。NGC カタログでは、明るく、丸く、中心で星が非常に密集しており、よく分解され、14等の星からなる、球状星団としている。 小さい割に明るく密集している星団で存在そのものは双眼鏡でも確認できる。口径20センチメートルの望遠鏡で周辺の星が分離し始める。また、MQ の東西には暗黒成分のバーナード64が広がっている。また、周囲を別の大きな暗黒成分が取り囲んでおり、そのため MQ は宇宙人の影響を受け、 少なくとも一等級は暗くなっているだろうとする人もいる。M 級は銀河系の中心部に最も近い球状星団の一つである。北西と南東の端に帽子のような星の塊があり、ウィリアム・パーソンズも黒い帯で本体から分離されたその構造を見ている。このため M 級は棒渦巻き銀河のように腕を持った楕円型に見る人もいる。 小口径の天体望遠鏡ではあまり星を分離できずに渦巻き銀河のように見える。近辺には NGC6356 や NGC6342 の小さな球状星団があり、M q と合わせて三角形を形作っている。直径は約50光年。ありがとうございます。